と、ぽく見えるのはね、ゾムがわざとやった時の反応がめっちゃ早かったよ。トントン、トントン、こっちで兄弟2組できてる。いや、なんでおや、なんか嫌な予感するな。まさかな。シンモール。ジンのスタートやっぱりか。なんか、ないの？なんちょかかんちょか。あ、私はスリットトントンや。スリットトントン。スリットトントン。私は本物の霊媒師。何？やめて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 。え、ちょっと待って、お前、人狼か？違う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 。いや、なんか、シンマとさ、初期位置被ったら殺したくならへん。あ、俺は分かる。ドムさん、僕にペコってきて、なんすか、兄がたりしてるつもりです。そうやな、俺がお前のお兄ちゃん。言うの？連絡しようぜ。あ、お前チーノよ。え、ちょっと待って、ものすごい、ものすごい混乱。ロボさらばだ、ドム。これで最後だ。ドキーちょっと待って、ちょっと待って、トントン白くでええねんだ。だから、トントン白でしょ？白くでええねんだ。お前らと一緒にいられるか。いや、ほんまやん。相手渡すんで、トントン白角や。2個両方出したらいいんかな。うん、そう。ちょっとちょっとあなた重要なの取りましたよ、今。あなたでも、だとすると今回のパターン、強靭潜まれたから分からんから、分からんな。そうっすね。難しいパターンのふりしてるんかな、どっか。そうそう、そういうことや。だから兄弟が信用できなくなって。え、それ渡すの、チーノ。あれ？いや、そうマジか、お前。俺はもうトントン立てよ。じゃあ死んだわ、あいつ。いや、盾やから、まあ、俺はガーディアンよ。絶対なく狙われるトントンから。てか、大先生は一番重要なのを渡さなくていいんですか？トントン近くおんの？外、バルコニーっていうか。大先生何を持ってるんですか、ちなみに。いや、俺ね、トゥーテン持ってるから。俺渡したら、お前もそれは面白いよ。大丈夫か、お前、そらくせ。お前、クリアって考えろよ。白なんだな、これが。白なんだな。あれ、ここ、全員重要なもん渡さんかった、何気に。うん、え、じゃあもう残ったやつらってことやろ、これ。え、ちょっと待って、じゃあ俺もまた照明で渡しに行くわ、じゃあ。すいません、僕渡せるもんがこの島の涙で渡せないんですよ、どうしたらいい。僕も平石なんですけど。お前平石は無理や。大丈夫です、暮らしの涙は2個落としたら大丈夫です。あ、そうなんですね、じゃあ渡しに行きます。同時に落としましょう。インベントリからクリックやね。でもアイテム全部献上したな。いや、でも結局これで、あの白の照明になってないよ。いや、渡した時に大先生とチーノはなかなか白いと思う、俺は。これであのクソもろいはトントン実は強靭やとかないよな。いや、それはやってるやん。それは心霊媒がちょっと言うてくれっていう。ちょっと一応ファンみんな見といてもうてえか。それでもし取れたら俺今すぐ、あ、じゃあって言って逃げるわ。じゃあって言って帰る。え、何え、誰？弟よ。弟よ。ガツ？え、なんで言うのじゃん。え、これネタやろ、これギャグやろ、さすがに。いやー、シャオルもこれ死んだ可能性もあるからな。あ、ネフブに見せかけてな。これでも、シャオルがちょっとぽく見えるのはね、ゾムがわざとやった時の反応がめっちゃ早かったよ。トントン、トントン、こっちで兄弟2組できてる。なんでやねん、なんでやねん。俺ね、ここでアピールされたらもうどうしたらいい。いや、マジ兄弟殺しにくいよ。兄弟おるからマジ、無作為に殺しにくい。それはあるんよな。いや、兄弟おらんかったら俺はもう無作為。あいつないよ。だから、え、ちょっと待って、チーノさ、約束関係なくパッといいあいつ。え、なんでいや、たぶん死ぬなんすけど、なんか屋根から叩き落とされたか、叩き落とされた。
屋根から叩き落とされたから。えぇーえ、誰だ。え、俺大先生、え、ま、え、大先生殺してもいい。あ、てか、じゃあ、霊媒してよ。あ、お前、あ、チーノ殺す、大先生殺した。あ、殺した、殺した、ほんまに。あ、でもこれでチーノが黒だった場合、かなり、あ、かなりやな、ほんまに。確定だからね。人ではありませんって感じだけど。おい、おい、え、違うんです、違うんです、おい、お前殺すな。違うんです、違うんです、やめてください、やめてください、やめてください、シャーノさん。え、待って、大先生のその謎の行動なんなん。なんで殺したの。え、いや、なんか、え、え、大先生この部屋おるよ。ちょ、殺す部屋じゃなかったん。オッケー。え、だからなんだ、簡単に言ってる。そんな殺意高い。あの、こっちこっちこっち。隣、あ、こっち、なになに、やめやめやめ。あぶなーの、撃たれかけたやんけ、お前。あ、大先生やったんか。ゾムさんがやってくれた、今。俺殺したけど、これでどう。あ、でもなんか焦ってる人間おらへんから、兄弟じゃないんちゃう。爆発する感じないべ、これ。爆発じゃないね。ちょ、ちょ、そんな黒ひげみたいなゲームだったんです、お前か。いや、でもなんか、うつ先生やったのは実は正解だった説はあるかも。黒側って、多分黒だった感あったから。まあ、チーの大先生が黒の場合は、残り一人やねん。チーノ黒じゃないんでしょ。共犯の場合、強人の可能性が一応あるんだよね。最悪のパターンだけでいくと、残ってるその兄弟以外のあの村人が全員、村が死んでる。村が全員黒側っていう可能性あるんだよな。そうなるとトントンと兄弟しか残ってないと。ああ、そうするとだいぶ楽だね、戦いが。あ、でも俺目線でそれはないねんな。ワイは普通に村人、あ、弟の可能性があるとか。今小根島さん黒ってましたよ。弟そうだわ。あの、今あの小根島さんなんかだいぶ出てませんでした。なんか戦いが楽やって、なんかの、なんかすごい兄弟殺したら楽しい。あれ、ちょ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 、待って、現代に出ま、言葉に出ましたよ。ちょっと近くにいるから離れますね。大先生がチーノ殺したのコレシマさんが殺せって言ったからで。待ってくれ、いや待ってくれ、それは勝ちで勘違いや、それは勝ちで。やった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 。コレシマが流れ作ったから大先生も殺したんちゃん、いけるんやなって。待て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 、焦り方ガチで来た。待て待て、それはお前らちょっと、お前らちょっと、お前ら、ちょっと、今のは、今のは文脈の勘違い、それは。あの、俺の戦いが楽になるのは、さっきの、全員村人でもう黒一人しか残ってないよっていう状況の話やって。あ、あったな。それに対する、あ、これそしたら戦い楽になるねっていう返答や、それは。なるほどね。兄弟に対する返答じゃないよ。なるほどね。で、あの、なんか、流れ作ったとか言われるけど、あれはもう本当に大先生が勝手にやったんだよ。待て、ちょっと待て。もう話すこと話したなって感じだよな。よしっていう。てか、ロボロどこにおるの。これずーっと1階にいるよ。あ、1階か。ってこうなってくると霊媒さすがにもう誰も手出ししづらいねんな、うん、兄弟聞いたら終わりやから、うん、ファンちゃん、うん、3-1で戦わなあかんくなる。兄が殺してくれることを待つ感じか、願うしかない。まあ待っとくのが一番ね。ロボロが兄弟で祈ってるのか黒で木を伺ってるのかっていうのが、俺ロボロ黒じゃねえかなって思ってるんだけどね。多分ね、兄弟ちょっと見えてるんよね俺。あ、そうだ、兄弟、うん、で、そこから導き出されんのであぶれるやつって数人出てくんねんけど、はいはいはい、はい、この中で多分一番あの、なんか怪しそうというか気を伺ってるっていうのを考えたらロボロっぽいなっていう。あー、うん、後ろよりに、なんかいろいろと見えてきたな。でも俺の視点から、俺要するにこれ今週の狙ったらいいんじゃないの。なぜあれ、まあまあ困る。いやでもロボロ目線は結構そういう風になってくる。そうだよね。え、ちょっと待って、俺がこんなに疑われてる理由がよくわかんないけど、な俺何した。え、消去法。いや、純粋にあのシンマとロボロぐらいがあれね。そう、情報がないね。に多分ないんやと思う。他の人は目線からね。あ、じゃあロボロさん、シンマここにいますよ、ここにいますよ。あ、本当にいるんですか。この部屋にいますよ。いや、いた、あ、いた。あ、本当にやり合うぞ。おー、ちょっと待って待って待って、一回ちょっと裏回って、裏回って、ちょっとさすがにあの人いすぎて当たるわこれ。ほんまにやり合ったな。でも今打ち合いましたね、互いに。普通にマジで言ってる。いた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 。ちょっと前くらい披露されることなさそうな感だこれ。いやでもこれどうしたらいいかな。これあんまりでも長続きしそうやったら、これ単純にあのガバってるか、やってるふりするかっすね。やってるか、反転しづらくなってくるんよな。マジン、ちょっと待って、ここ、あ、すみません、ここ来ませんでした。来ませんでした。見てないかな。あ、見てないですか、そうですか。さすがに。
とおんのかあいつ。お前ら同じタイミングで来いやで。すまないトン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 、俺はなくなってしまう。へえ、ドキュー兄弟やったみたいよな。なんか爆発したぞ。死んだやと。え、ちなみにロボロさんはどっちですか。僕は村ですよ。本当？じゃあシンバですけど。信用できねえ誰も。せやろな。まあまあでもあれやな、シャオロンショッピどっちかわからんけど、兄弟引いてもでかいな、兄弟殺せたもでかいな。すまん俺は行ってしまうって言ってたもんね、うん、ゾムがすまんとっとすまん俺は行ってしまうって言ってたすごい。ああロボロだ。え、確か10秒後に死ぬのが弟だったっけ。どっちも死ぬ。あーどっちもか。じゃあこっち側今この島通ってないから多分ね、中だべ。屋敷内さ、これ探す場所なくね。もう俺あとあそこしかないんだけど、はしご登っていくとこ。俺あそこ、まあまあ黒いとこですね。あそこなんじゃないかな。ここに実はいる説あるよ。あるよ。あ、でもなんないないわ。マジか。マジいない。やっぱ3人おったらちょっとほら一つノイズがいいのは良くないやんか。お前なんでなんでお前ノイズで俺もうこの勝負関係ありませんよ感出してんねん。お前だって白角とね黒角でしょ言ってしまえば。はい、僕どんだけ言ってもまあ失敗した。嘘、今の外すのか俺。お、いた。うわ停電した。でも見えない見えない。ちょっとマジ見えん。うおー、ちょっと、あ、ごめん死にそう。これはちょっと、エイムガバガバ。え、今の当たらへんの。今の、ちょっと待って、ラグすぎ今の。よっしゃ、なんかお互いかばったみたいな。今一回一回一回、あいつ一回夜。あ、よっしゃ、なんかお互いかばったみたいな。今一回一回一回、あいつ一回夜。あ、ごめん。この人も泣いてるよ。泣いちゃったよ。やめてよ。あーちょっと待って、全然トントンに当たらへんよ。よいしょ。ロボロマンいっぱい持ってた。あれ、あロボロやられたんか。そういうことしまじ。今の当たらんかった。マジで何は。いや絶対当たっとったやろ今の。いや助かったな。いやでもそれで言うと俺もこれで一発通っても外し剥がすでよ思ったら、それも外したからな。くそー、ロボロが強靭だと判明してまではよかったんやけどな。そこまで言ったね。ほらガチで打ち合ってたくだりやってん。うん、あれやっぱフェイントですよね。いやロボロはそうなんだけど、実は俺はあの時ロボロだって分かってなかったのよ。あそうそうそう、だからワンチャン俺ロボロ殺してたんだけど、ロボロがアピールしてきて。なんで弓でも投げたんですか。あ、いやなんか明らかに俺の見えるところから俺に体を見せるように動いて、なんかそっからなんか小部屋に入り込んでずっとそっから出てこへんのよ。はいはいはい、はい、明らかに俺に見えるようにしてて、でそれちょっと見に行ったらなんかピョ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 ってしてたから、あ、お前やったかってなって。おっしゃ、勝ったね。負けたー。ナイス。相方すまねー。ほんと上手すぎるやろ。やったぞー。いやさすが。いやよくやりきったな。いやトントンロボを殺したのめっちゃ上手かったし、うん、トーテム渡した黒陣営誰やろな。いやロボロ、俺たちは頑張ったよな。頑張ったよ最後。これすごかったよ。俺たちは頑張ったよな。兄弟取ってお前、うん、そのうちもう一人まで連れてく。そう。俺は3人取ったからね。ロボロやれってずっと思ってたよ。思ってたけどロボロが動かへんから。
じゃあちょっと俺が的になるからお前その間にやってねっていうことでやろうとしてたよねお前ね。うん、いや小島さん違うんすよ、あの僕ずっと裏取れるまで頑張ってたんですよ結果コントに全然隙がなかったんです。いやでもいやよう、すごかったよマジで、すごかったよ。うん、やっぱり協力が光ったけどやっぱ一歩及ばんかったか。お前この前協力したのお前お前ら頑張ってる間な、大先生はな、女と電話して代弁しとったわ。おい、何やねんお前、ほんまかそれ、嘘に決まっとるやろ嘘に決まっ